お疲れ様です。今日も皆さん頑張ってますか？今日はお疲れ様ですを、まあ、ドイツ語で勉強したいと思います。で、ドイツ人はですね、お疲れ様ですっていう言葉を使わないで、今日は、まあ、楽しく飲んでねとか、そういうなんか変わった表現を使ったりします。で、あとなんかこう頑張ってくれてありがとうとか、そのお疲れ様の代わりに使うあの表現を、まあ、ドイツ人は使います。です今日それを紹介したいと思います。で最初はですね、 Vielen Dank für eure Mühe。 Vielen Dank für eure Mühe。 もう一回振り返します。 Vielen Dank für eure Mühe。なんかこう協力ありがとうございます。まあお疲れ様じゃないんだけど、まあちょっと近いかもしれない。何かのプロジェクトやって、それをこうね、ちょっと手伝ったら、それをドイツ人に使ってみてください。 Vielen Dank für Ihre Mühe。 で次はですね、そのなんか仕事が終わると、まあお先に失礼しますとか、今日はお疲れ様ですっていう、まあ日本人的な表現なんですけど、ドイツ人は何かというとね、Noch einen schönen Feierabend。 まずはですね、この Feierabend を見てほしいんですよね。 Fire はね、パーティーで、 Abend は夜なので、まあ、皆さんこう楽しんで、夜を楽しんでパーティーをしてください、まあ、そういう意味なんですよね。だから仕事が終わってリラックスして楽しんでください。もう一回振り返しますね。 Noch einen schönen Feierabend。Noch einen schönen Feierabend。 ということで、皆さん今日もお疲れ様です。チューズ。コメントなんか書いてください。今日も疲れてますかとか、何でもいいのでよろしくお願いします。チューズ。